こんにちは、元男の子の青木かのんです。今回も旅に出ちゃいますよ。この青木がやってきたのはこちら、東京駅にある新幹線の切符売り場です。すでにウキウキが止まらないこの青木、もうこの感情は例えようがありませんよ。今回私が乗る鉄道はこちら、東京発仙台行きのはやぶさ27号です。おーっと、なんだか見逃せないものを見てしまったぞ。この円形の中を星形にくり抜かれた金色のマーク、これはまさしくグランクラスを表す伝説の称号じゃないですか。グランクラスとは飛行機でいうファーストクラスに相当するとてもグレードの高い座席です。今回初めて iPhone の IC にチケットを登録したんですけど、これすごいですね。タッチしただけで新幹線の改札に入れちゃうんですよ。とっても感動です。私が乗るはやぶさは14時20分の発車です。それにしても17両編成ってすごいですよね。でも実は東海道新幹線のぞみ号の16両の方が1両少ないのに全長は長いんですよ。なんだなんだ、こんなところに美味しそうな駅弁屋があるじゃないか。だがしかし、グランクラスに乗る私は車内サービスがあるから今回は諦めるか。せっかくグランクラスに乗る日ならば晴天での出発が理想です。ですが今日はあいにくの雨模様。それならはやぶさが誇る日本最速の320キロの走行で雨を切り裂くかのごとくの激走をしてもらいましょう。はやぶさのエンブレムも喜んでそうだぞ。よし、いい語形はやぶさと記念撮影するぞと思い、自撮りをしても自分ばかり映してしまいます。本当ナルシストです。こちらの先頭部分はアローラインと呼ばれ、約15メートルの流線形になっています。この形状になったのはもちろん理由があって、昔の新幹線はトンネルに突入するとトンネルの中で空気が圧縮されるんですよ。竹の水鉄砲とかで例えると分かりやすいですかね。なので新幹線がトンネルから出ると同時に空気の爆発音が鳴る現象が起きてしまって、それを軽減するためにこのような形状になったそうです。デザイン的にもかっこいいですよね。いい固形新幹線って320キロ運転の速達型のはやぶさの他にも、こっちに止まってる275キロ運転のやまびこがあります。分かりやすく言うと特急か急行かみたいな感じですかね。はやぶさは埼玉の大宮を出ると仙台までノンストップですからね。ほんとすごいです。ついにこの沖、人生初のグランクラスに乗り込みます。もうワクワクがすでに超特急です。グランクラスはこちらの先頭車両に配置されています。なかなか体験できないことなので、仙台まで過ごす時間をかみしめようという気持ちで早速乗車したいと思います。車内制御が終了いたしました。どうぞご乗車ください。グランクラスの車内は和と洋を調和させた落ち着きのある空間です。ここは本当に新幹線なのと疑ってしまう車内に、まず言葉を失ってしまいました。座席横には大きく開いた窓があり、涼しげな風景を眺めることができます。足元は思いっきり足を伸ばしてもまだまだ余裕があります。これならチェホンマンも安心ですね。いよいよ出発です。東北への旅はここから始まります。ホームからは小さな子供から大人までキラキラした眼差しでこちらに手を振っています。なんかそんなに子供から手を振られるとスーパーヒーローになった気分だな。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線はやぶさ号新青森行きと小町号秋田行きです。全車指定席で自由席はございません。次は上野に停まります。本当こんな感じに座席を見ると飛行機ですよね。なかなかない経験なので、こうやってひたすら動画を撮ってしまいます。新幹線は間もなく上野駅に到着します。
車内サービスのメニューなんですけど、飲み物でウイスキーとかシャンパンもあるなって驚きました。そして乗務員さんはグランクラスアテンダントって呼ぶんですね。めちゃめちゃかっこよくないですか。もうそわそわが止まりません。これお酒でも大丈夫なんですか。はい、おお。そしたら、梅酒のスパークリングで。あ、なるほどなるほど、シードルでお願いします。大丈夫ですか、写しても、はい、顔写さないんですいません。なるほど、じゃあこれお願いします。はい、お願いします。テーブルは片手で引き出せるようになってて、おーっとこれは便利だなって思いました。お待ちかね、車内食が出てきました。落ち着いた黒箱に監修された方の名前が載っています。こういった演出って特別な感じがして、より旅へのワクワク感を高めてくれますよね。今日は普段より大人の階段を登って、東北地方青森の名産リンゴのシードルで乾杯したいと思います。一体私は今何をしてるんだろうとシードルを注ぎながら自問自答を繰り返し、次の停車駅大宮へ走行中です。上野大宮間は騒音防止の都合上で新幹線は130キロの速度制限下で走行してます。ではいただいていきましょう。車内食とは思えない様相で、ふんだんに東北地方の食材が使われています。とっても豪華です。大宮の次は仙台に泊まります。おっと、埼玉スーパーアリーナではないですか。ここでは名だたる著名アーティストがコンサートを開催する有名な会場です。大宮駅を構える埼玉県さいたま市は、人口は約130万人の政令指定都市です。結構ネットでダサい玉とかでいじられてますけど、2021年住みたい街ランキングでは埼玉市から4位が大宮、8位が浦和で選ばれてますからね。多分ですが、埼玉県って内陸の県っていうことと、神奈川県の横浜が全国的に知名度があってイメージしやすいからのかなって思ってます。撮影中にシードルをこぼしたのは絶対に秘密です。大宮駅を出発しました。青木を乗せたはやぶさ号は東北地方仙台までノンストップ走行、たったの1時間で結びます。本当すごいですよね。首都圏から340キロも離れた仙台に1時間で行けるんですよ。仙台は近所なのかなって錯覚を覚えてしまうほどです。おっと、ここで W7系北陸新幹線輝きさんです。東北地方の旅を応援してくれてるかのように見えますが、なぜかカメラのピントは外れっぱなしです。大宮駅を出るとはやぶさは高速走行を始めます。まるで本物のはやぶさが狙った獲物を捕まえるかのごとく、水面を滑るように加速していきます。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車がはやぶさ号新青森行き、11号車から17号車までが小町号秋田行きです。今時速250キロぐらい出てるんですけど、あれ全然揺れないなって思ってたら、やっぱり他の車両と違うみたいでした。グランクラスはアクティブサスペンションがあるおかげでほぼ揺れないそうです。ひとまず落ち着いたので早速車内食を食べます。まずはこちら、ひときわ黒箱の中で目立っていたホタテをいただきます。プリプリのホタテに甘じょっぱいタレ、口の中がまるで太平洋になったらもうホタテダンスが止まらないぞ。なんだなんだ、イクラが入ってるじゃないか。いくらなんでも弁当のイクラなんぞたかが。美味しさのあまり顎がしゃくれてしまいました。県境オタク今世紀最大の失態をどうぞご覧ください。グランクラスの車内食に浮かれていたからか、
県境越えの瞬間を忘れ、現在約25キロのオーバーラン。特急列車のつもりで新幹線に乗ると簡単に見逃します。栃木県宇都宮駅を通過します。そこからはやぶさはさらに速度を上げ320キロ走行の体制に入ります。福島との県境までまだ少し時間があるので、グランクラスの座席をご紹介します。まずはリクライニングの足元を上昇させます。そして背中から腰にかけての位置を動かすことにより、まるではやぶさにお姫様抱っこされているような感覚になります。とっても快適です。今限りなく栃木県の北部を走行してるんですけど、この地図の真ん中の黒磯って駅があるじゃないですか。実は2004年まではあの湘南新宿ラインが普通にここまで来てたんですよ。熱海から出発して新宿通って黒磯だと走行距離270キロですかね。いよいよ栃木県から東北地方、いや道の区の玄関口、白川の関越えが間もなくです。栃木県が関東平野の最北端なので、東北地方に突入するときはこのように山のトンネルを何度もくぐり抜けるんですよね。もしこれが冬だったら、あの有名な一説の通り、トンネルを抜けるとそこは雪国だったになります。ついにやりました。関東地方から東北地方、福島県に突入です。新白川駅を通過して、ああ私は念願の東北地方へ来たんだなと、東北への旅をしてよかったと再認識できた感動の瞬間です。このように福島県に突入しても繰り返し山をくぐり抜けるのは奥羽山脈があるためです。皆さんにまた少しだけ私が大好きな地理ネタを聞いてほしいんですけど、日本列島って背骨みたいに山が連なってるじゃないですか。今くぐり抜けてる奥羽山脈は特に重要な日本の背骨でして、青森から栃木までつながってる山なんですよね。そしてここからもっと面白いのが、日本海側の県って雪が多いじゃないですか。それってこの奥羽山脈がすごく影響してるんですよ。実は日本海側で発生した雪の雲を奥羽山脈が太平洋側に行かないようにせき止めてるんですよね。なので東北地方であっても奥羽山脈の右側にある仙台とかは雪があんまり降らないんですよね。せっかくなので快適な座席の細部も見てみましょう。シートの後ろはこのように鉄板があるので、席を全開に倒したことで起きる後ろの人と気まずくなるあの瞬間は訪れません。本当に最高です。枕もこのように動きます。すごいなって思ったのが、スリッパが使い捨てではあると思うんですけど、全然安っぽい感じがしないんですよね。ふかふかしててとっても気持ちいいです。現在福島県郡山市を通過中です。福島県の県庁所在地って県北部にある福島市ですが、実は一番経済規模が大きいのは郡山市なんですよ。なので東北地方では仙台に次ぐ第2位の都市となってます。それならじゃあ県庁所在地を福島市から郡山市に変えちゃえばいいのにって思っちゃいますが、そんなことは絶対に福島市民には言えません。福島県の面白いところって一つの県だけど実質三つの県なんじゃないのって思わせるぐらい文化がそれぞれ違うんですよ。右から浜通り、中通り、会津地方でして、山がこのように縦に2本連なってるので横の行き来というよりかは縦の行き来が多かった歴史があるんですよね。文化も違えば気候も違ったりと、福島県ってすごく味わい深いところなんですよ。グランクラスのトイレを見に行きましょう。廊下を出るとすぐ右手にはグランクラスアテンダントさんの待機室があります。トイレはグリーン車と共用とのことです。いやー、こう見てもやっぱり廊下が広いですよね。トイレの中ですが、このようにバリアフリーにもなっていて、内部はとても広い空間が広がってます。そしてこちらにもトイレがありますね。ここは普通の新幹線と同じ感じですかね。こちらが洗面台ですが、まるでホテルかのような趣のあるデザインです。とっても気分が高まります。グリーン車側から入るグランクラスの入り口ってこうなってるんですね。ホームから乗るときはここからじゃなくて新
テンダントさんが迎えてくれる側の入り口なので少し新鮮ですね。まもなく宮城県に突入、感動の瞬間です。現在通過中の駅は宮城県に入って一つ目の駅、白石蔵王駅です。おお、駅名がなんだか味わい深いぞ。この白石蔵王駅は仙台駅と福島駅の駅間が79キロと長いことから、よし中間地点に駅を作ればバランスよくなるだろうということで作られたそうです。まもなく今回の目的地、東北の都、いや八代の都、仙台に到着です。てか思ったんですけど、仙台までもうすぐなのに時速316キロ前後出てますが、これ止まれるんですかね。現在名取市付近を走行中です。名取市は2011年に起きた東日本大震災での大津波で甚大な被害を受けた被災地です。今見えるこの景色の裏側には様々な人の思いのもと復興活動がされた場所です。旅のワクワクはもちろんありますが、いろいろなことを考えさせられた瞬間です。おっと、仙台県の入線体制に入ったぞ。仙台市に入るとそこはまるで東京から移動してきたことを忘れるかのような不思議な感覚になります。遠くを見ても山は全然見当たらず、どこまでも平野が続き、まさに東北地方を代表する都市の車窓ですよね。ずっとマンションや公共施設の乱立が続くので、よく地方都市にあるような駅を少し出たら田園風景という感じもないんですよね。東京といっても気づかない人はいるんじゃないですかね。唯一地元のこういった車両を見ると、ああ、ここは旅行先なんだなって目を覚ました。ヨドバシカメラさんじゃありませんか。昔ヨドバシでバイトしてたのでよく聞いてたんですけど、ヨドバシカメラがある町は商業もうまくいってる町って聞いたんですけど、どうなんでしょうか。確かにさっき言った福島県の県庁所在地にはないのに、郡山市にはヨドバシカメラがあるから、これはちょっとお察しの案件なんじゃないでしょうか。東京から仙台まで1時間半の短い旅でしたが、グランクラスアテンダントさんが感動のお見送りをしてくださいます。気分は最高です。新幹線の連結ってすごいですよね。左手の赤いのが E6 系小町ミニ新幹線です。秋田県内では在来線として走るので、普通の新幹線ならありえない機関車との並走だって見れちゃうんですよ。とても素敵です。ちなみに E6 系小町のデザインはあのスーパーカーフェラーリのデザイナーが手掛けたそうです。さっき私もグランクラスアテンダントさんにお見送りしてもらったので、この青木もお見送りをします。あ、でもやっぱり東京より少し気持ち寒いですね。では今からですね、本日のお目当て2つ目、牛タンを食べに行くというミッションが残ってますので食べに行きます。やっぱり治療宅的にはこの案内文は見逃せませんよね。仙山線は名前の通り仙台と山形を結ぶ電車です。ああ、ここはこうやってつながってるのかって考えるのがすごい楽しいです。仙台といったら枝豆スイーツずんだも有名ですよね。私は食わず嫌いなので食べたことがないですし、苦手意識があります。仙台駅もこうしてみるとやっぱりめちゃめちゃ大きいですよね。駅中の商業施設もかなり充実している様子です。仙台に来たならやっぱり動画的にもずんだは欠かせないよなってすごい悩んでるんですけど、ちょっと頑張って食べてみます。かなり人気の様子ですよね。信じられません。だってずんだってあの枝豆ですよ。枝豆を甘くすりつぶして食べるとかちょっと想像が追いつかないんですけど。あ、これが一番人気。あ、なるほど。じゃあこれ一つお願いします。テイクアウトで。不安な気持ちのどこかに、こんなに人気なんだから多分大丈夫でしょとかすかな希望を持つこと約1分、私の手元に枝豆をすりつぶして甘みを加えたシェイクがやってきた、はい、これがかの有名な枝豆シェイクですか。複雑な心境を抱きつつずんだシェイクを口に含む。脳内でこれはビールのおつまみの枝豆なんだよなと違和感を抱きつつも、この青木が出した答えはうまい。口内に広がる素朴な甘み、枝豆を想像するようだが全く違う。
まるで和菓子のように古くから日本人に寄り添ってきた安心感で優しい味に包まれる。枝豆だけど枝豆じゃない、それがずんだシェイクなんだ。おいしいおいしい、めちゃくちゃうまいわ。一線超えました。今路線図を見てます。高校野球のお宅でもあるので、こうやって駅名を見ると、あ、ここは大谷翔平にボコボコにされた一ノ関学院の最寄り駅かって連想してしまうんですよね。本当に変態です。僕のこと東京です。私やっぱりそうですよね、あんま宣伝っぽくないですもんね。大都会東京から一体何しにいらっしゃるんですか。YouTube の撮影しに来てます。 YouTuber なの。はい。うすごい。仙台駅のこの駅舎のデザインが何とも言えない味わい深さがあってすごく好きです。オレンジ色の駅名がいいですよね。仙台市は東北地方では唯一の政令指定都市です。人口は約110万人。日本を代表する国産和牛仙台牛や牛タンが名物です。東北地方の中では太平洋側ということもあり、割と寒さに厳しくなく、年間の平均気温も穏やかで、とても過ごしやすい気候です。実は最低気温は東京の西側盆地にある八王子市の方が寒いんですよね。それだけでも仙台の過ごしやすさが伝わるかと思います。撮影許諾お願いします。それが YouTube の撮影やってて一番怖い。街を歩いてて何度も思うんですけど、本当いろんなところが東京とそっくりなんですよね。神奈川県とはまた違う感じなんですよ。このようにおしゃれな路面店もたくさんあります。ん？あれなんか東京の車と一緒じゃないこれ。違うか。あれ看板東京しかって書いてますよ。ちょっと混乱してきます。あ、ちょっと東京 IT なんちゃらとか。でもここは歴史とした東北の都仙台です。このバス停の文字と奥の東京 IT の看板の並びが面白いですよね。地方都市にありがちな駅前から離れた途端に急に何もなくなるということは全くありません。さてさて、今回の旅の最終目的地、伊達の牛タン本舗さんです。牛タンチェーンだと利久や根岸が有名ですが、地元の方からのおすすめでこちらで食べることにしました。撮影許諾はもらえるのでしょうか。お店は仙台牛をふんだんに使用した仙台ならではの絶品牛タン料理を扱っています。いつかロケの現場でこのような高級なロケ弁を出してもらえるような大物になりたいなと思うものです。お店に入ってびっくりしたのが、ここって五つ星レストランなんですね。よくもまあこんなよくわからない YouTuber の撮影画家してくれますよね。ここのお店一番の人気を誇る新タンをカウンターの前でシェフが焼いてます。撮影のお願いをしたら店長が、ああどうぞどうぞ隅まで撮ってくださいよと言ってたので、一応隅まで撮っときます。メニューを見ると全てが美味しそうで、全部食べたくなっちゃいますよね。何が美味しいんだろう。極上新タン、ね、最初の方でこれもうおすすめですか。はい、じゃあこれ一つこちらの方でお願いします、はい、お願いします。シェフがおすすめしてた極上新タンと仙台牛ハーフの定食を食べます。この定食を食べれば仙台牛の良さを一気にいいとこ取りできそうですよね。とっても楽しみです。仙台牛って実は肉質等級5のいわゆる A5 ランクのみを満たす和牛では全国でも仙台牛だけらしいんですよね。和牛といったら松阪牛とか神戸牛が思い浮かぶと思うんですけど、この2つのお肉はA4 ランクの肉質もあるので、 A4 ランクがない仙台牛って実はとってもすごいお肉らしいんですよ。では肉質等級5しか存在しない仙台牛とご対面する前に敬意を払い身だしなみを整えましょう。右側が仙台牛で、左側こちらが極上新タンになっております。こちらの商品ですか。免許置きます。免許します。焼きたての仙台牛を前に私の胃袋はすでに受け入れ体制万全です。一瞬ずんだシェイクと見間違えるほど色鮮やかな生わさびと肉汁があふれんばかりのレアで焼かれた仙台牛、そして極めつけは身がプリプリの極上新タンです。こちらは付け合わせとテールスープです。麦ご飯ととろろを移し忘れました。
おっと、仙台牛に敬意を払ったはずなのに、なんだかカメラのレンズがぼやけてないか。食べ物とこの青木を一つの画面に映す手段で広角レンズをスマホにつけてます。まずは日本一の仙台牛を生わさびでこの青木に食べさせます。口に含んだ瞬間に本来ならお肉の野生的な味がするはずだが、全く違う超質のスープと言わんばかりの肉汁が口内を満たすのだ。まるでここは仙台湾から見渡す太平洋だな。お次は仙台名物極上新炭のお出ましだ。これは本当に牛タンなのかと思う食感。いや、これは牛タンではない、ステーキだ。歯切れのいいステーキを食べてるんだと錯覚してしまう。噛めば噛むほど旨味成分が口いっぱいに広がり、この牛タンはまさにステーキと牛タンを融合させたハイブリッドなのだ。お次は仙台牛に塩をつけ、素材本来の味を楽しみます。おっと、気のせいかもしれないが、塩の成分によって仙台牛の甘みが引き立ってる感じがするぞ。夏に食べるスイカにも塩をつけたりするってことは、仙台牛はもはやスイカなのかもしれない。これ付け合わせの浅漬けなんですけど、これもとっても美味しくて、仙台牛の口直しっていうか、これもおかずとして成り立つ感じでした。シャキシャキしてとっても美味しくて驚きました。さっきは何もつけずに食べた極上新炭ですが、今度は塩をつけて食べます。果たしてお味は。これはまさにジーザス。何もつけなくても旨味成分がじゅわって出るのに、塩をつけたらその肉汁がさらに旨味を引き連れて口内にバンジージャンプしていきます。言葉を失うとはまさにこのことです。ということで、今回のグランクラス牛タン仙台の旅はいかがだったでしょうか。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらの側に下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。